チームユンボビスマは UCI ワールドチームに属する自転車競技チームである。2014年までのチーム名はベルキンプロサイクリングチーム。2012年以前のチーム名は以前のメインスポンサー企業名のラボバンク。2013年のメインスポンサー決定前のチーム名はブランコプロサイクリングチームであった。1983年まで活動していた TI イコールローリーが チーム内分裂により解散を余儀なくされ、同チームの主力選手であったヤンラースが中心となって、1984年に、クアンティウムハレンイコールデコソルイコールヨーコを結成したのが、当チームのルーツである。その後、スーパーコンフェックスヨーコ、ブクラーイコールコルナゴデッカ、ワードパーフェクトイコールコルナゴデッカ、ノベルソフトウェアイコールデッカという変遷を経て、1996年に、 ラボバンクとなる。2012年10月19日、ランス・アームストロングのドーピング問題の余波を受け、ラボバンクが同年限りでのスポンサー撤退を表明。2013年、シンボルネームとしてブランコを採用し、ブランコプロサイクリングチームと名称を変更した。その後6月にベルキンとスポンサー契約を結んだことが発表され、 同年のツールドフランス開幕の5日前の6月24日、プレゼンテーションにて、新チーム名、ベルキンプロサイクリングチームと同じくオランダのスーパーマーケットジャンボがスポンサーとなり、チームロットエヌエルユンボとなった。2019年より、ノルウェーの非公開会社ビスマがスポンサーに加わり、チームユンボビスマとなる。当チームは、UCI ワールドカレンダーを中心に活動する。 ロードレースのトップチームのほか、UCI ヨーロッパツアーの活動が主体の下部組織であるラボバンクディベロップメントやシクロクロス専門チームも抱えている。チーム結成当初はアドリ・ファンデルプール、リハルト・フルネンダールがエリートでスベン・ネース、テイス・フェルハーヘンが U23 でそれぞれ世界選手権を制したことでシクロクロスにおける活躍が目覚ましかったが、 2001年の UCI ロードワールドカップで総合優勝を果たしたエリック・デッケルがきっかけとなってロードレースにおける活躍の場も広がり、エリックのほかレオン・ファンボン、ロビー・マキュアン、マイケル・ボーヘルとカルステン・クローンらがツール・ド・フランスにおいて区間優勝を果たし、チーム力が次第に強化されていった。2004年、現役生活の晩年に、 当チームの選手として在籍していたエリック・ブロイ・キンクがチームディレクターに就任するとグランツールで総合優勝を狙えるチーム力を作り上げていくことになる。同年2003年に加入したオスカル・フレーレが自身3度目となる世界選手権個人労働制覇。2005年2003年に加入したミカエル・ラス・ムッセンがツール・ドフ・フランスで三学賞を獲得。そして 同年に加入したデニス・メンショフは、同年のブエルター・エスパーニャで、総合優勝を果たした。そして、シクロクロスでは、ネースが、世界選手権をはじめ、他の3シリーズ大会でも総合優勝を果たし、シクロクロス史上初のグランドスラムを達成。2006年、再びラスムス戦がツールド・フランスで、三角賞を獲得。またトーマス・デッケルが、UCI プロツアー対象レースとしては、 史上最年少となる21歳6ヶ月の年齢で、ティレーのアドリアティコにおいて、総合優勝を果たした。2007年、ラスムセンはツールドフランス第16ステージまで、総合主位を堅持し、チーム史上初のツール総合優勝制覇に大手をかけていた。ところが、同年6月、当チームに対し、抜き打ちドーピング検査で義務付けられている。 所在地を偽って報告していたことを理由に、同ステージ終了後に突然契約を打ち切る処置を取った。一方、同年のブエルタで、メンショフが二度目の総合優勝を果たし、チームに二度目のグランツール制覇をもたらした。2008年、フレーレがツールドフランスで、ポイント賞を獲得。また、ラース・ボームが、シクロクロス世界選手権で優勝。2009年、 名実ともにチームリーダーとなったメンショフがジロディイタリアで総合優勝を果たした。2011年にメンショフが移籍した後はロベルト・ヘイシンク、バウク・モレマ、ステイフェン・クラウスバイクといった地元オランダの中堅選手たちがステージレースで好成績を残した。2012年、ウサガによって ランス・アームストロングのドーピング問題など、過去の US ポスタルチーム内部のドーピングスキャンダルが明らかにされ、これに関与していた選手やスポンサー、官邸機関のみならず、その影響は運営、活動を行っているチームにまでに波及した。ラボバンクは10月19日、2012年12月31日限りでの男女プロロードチームからのスポンサー撤退を発表した。2013年、 ラボバンクのスポンサー撤退に伴い、ブランコプロサイクリングチームと名称を変更。ラボバンク社は2013年度のチーム活動資金を確約しており、同チームはラボバンク名義ですでに UCI ワールドツアーライセンスを更新済みであった。2020年8月28日更新。ありがとうございます。